パリーグオリックス、ソフトバンク、15日、京セラドーム大阪、今季限りでの現役引退を決断したオリックス、比嘉美岐投手が一軍に電撃合流した、練習前にはエンジンで挨拶し、チーム最年長の41歳にナインらから拍手が送られた。 今季はここまで4試合に登板し、防御率0-00、左膝痛を理由に4月24日に出場選手登録を抹消され、その後はリハビリなどを経て、2軍では12試合の登板で防御率1-59だった、通算417試合の功労者は同日のソフトバンク戦で出場選手登録され、果たしてサプライズの花道はあるのか